北アフリカの古代都市、キュレネ。キュレーネーは、ギリシア神話に登場する人物あるいは女神である。長母院を省略して、キュレネとも表記される。カリュードであり、アポローンの恋人となり、アリスタイオスを生んだ。ベラスゴスの妻のキュレーネーとは別人。キュレーネーの父は、ラピテース族の王ヒプセウスで、家臣、ペーネオストナーヤスのクレウサの息子。母は、 ナーイアスの一人クリダノペイである。キューレーネーは、カジロードより狩りを好み、アルテミスから二頭の猟犬を送られたという。カリマコスの説では、メーデーアがペリアースを暴殺した時の総霊競技で、徒歩競争に勝ったのはキューレーネーであったとする。ある時、ペイリオン山中で狩りをしていたキューレーネーは、ライオンと遭遇し、格闘の末これを殺した。たまたまこれを見た。 アポローンは大いに驚いて、ケイローンを呼んで相談した。ケイローンは、アポローンの恋心を見抜き、望み通り、キューレーネーを妻とするよう助言し、キューレーネーは、神の子を見守るであろうと予言した。アポローンは、キューレーネーをさらって、黄金の車に乗せ、北アフリカのゼウスの庭園に連れて行った。二人はリビアで、アプロディーテーに迎えられ、この地で、キューレーネーはアリスタイオスを生んだ。 後年この場所に、キューレーネーが立ったのは、このことにちなんでいる。アリスタイオスの飼っていたミツバチが死んだ時、キューレーネーは原因をプローテウスから聞き出すようアリスタイオスに助言した。キューレーネーは、その後もう一人、アポローンの子、イドモンを生んだ。イドモンは、預言者で、アルゴナウ隊の一人となった。イドモンの、コテストールは、トロイア戦争において、 ギリシア側の予言者として知られるカルカースの父である。また、キューレネーはアレースと交わってディオメデースを産んだとも言う。ディオメデースは、一食い馬を飼っていて、ヘイラクレースの8番目の工業の時に殺された。ありがとうございます。